さあ注目のコース取り5号艇福田が若干後手に回る格好か6号艇中岡が枠より一つ打ち5コースに進入ということになるんでしょうか丸亀ブルーナイター RNC 配送脱サマーチャンピオンレース潮がかなり高くなっている状況風は緩やかな向かい風でお盆決戦の大一番です第12レース優勝戦1号艇森高一馬2号艇近江翔吾3号艇秋山博和四号艇深川和仁5号艇福田正和6号艇中岡正彦です 小枠2人がい早くスタートライン方向へ先を向けました1号艇森田和馬の因線地元のエースが貫禄で絶好枠で乗り込んでまいりましたゴールデンウィークからのオールカ川連覇なるでありましょうかそして より大きな舞台を狙うホープはやはりオール香川のタイトル是が非でも欲しいところ2号艇大江が2コース3コースには3号艇秋山博和テクニックに物を言わせオール3連隊で勝ち上がりここまでがスローそして得意の角に持ち込んだスリット足パワフルならば攻めるしかありません4号艇深川和人そして6号艇中岡正彦が5コースに進入さすがのゼロ大スタート連発でありますそして地元水面抜群の安定感信頼感を誇ります5号艇福田正和6コース 3対3のスタイル第12レース優勝戦、インコースから1番、2番、3番、ダッシュ、4番、6番、5番です。 スタートしました脱勢優勢4コース角から4号艇深川が一気の攻め3号艇ブロックするが飲み込むか4号艇深川3号艇が握っていく内から1号艇2号艇佐藤も角まくり決めた独走4号艇深川和人単独独走体制3号艇秋山博一が2番手6号艇中岡3番手後方は5号艇第12レース優勝戦スタート成場得意の角から一撃先頭独走4号艇深川2番手争い内々と6号艇中岡に 握る3号艇秋山、ホームストレッチに入ります、2番手接戦もわずかに、3号艇秋山博和が優勢、上位の体系は4番、3番、6番です、2番手、まだまだ接戦も、先頭は完全に4号艇深川和人、2周1クからバックストレッチ、3号艇秋山博和2番手、6号艇中岡雅彦が3番手で先回、バックストレッチに入ります、上位の体系は4番、3番、6番、4番手以降は水が空いて、1号艇2号艇5号艇が続いています。 先頭は完全に独走態勢4号艇深川和仁2番手は3号艇秋山博和3番手に6号艇中岡雅彦上位の体形は4番、3番、6番の体勢となっています。 フィット離れまでどうなるかわからないと語っていましたこのコース取り本番レースは4コースを守ってそして得意のダッシュ角の位置からトップスタート一気のまくり1マーク回ったところで堂々の豪快な勝利ということになりますナウリーダーそしてホープを相手に堂々たる戦い見事にオール香川 見事な勝利ということになります先頭はぶっちぎり4号艇、深川和人2番手は3号艇、秋山博和3番手、6号艇、中岡雅彦後方は2号艇、1号艇、5号艇が続いています今年2回目、そして地元では2回目通算では3回目の優勝は目前ラストコーナー独走でゆ々クリア4号艇、深川和人2番手、3号艇、秋山博和3番手は6号艇、中岡雅彦はキープ4 3 6でゴール先頭、4番、深川優勝のゴールイン2着は3番、秋山ゴールイン3着、6番、中岡イン2番、1番、イン。 ラストは5番福田ゴールインです